文句はあるんですけど。文句なんすか。あれどう見たってバーハウス、どうもろみです。スケボーシーズンですね。完全に暑いもん。ちょっと今日20度、めちゃくちゃ太陽圏ということでね、今日はね、久しぶりのレオさんとのコラボなんですよ。まああとね、多分1時間ぐらいで来ると思うんですけど、はい、僕ちょっと早く来ちゃいましたはい、なんでちょっとね、僕は軽く練習してレオさんを待ちましょう。いやー、こんな朝早くてもね、もうスケーター4人、5人ぐらいいるっすね。はい、今日土曜日なんですよ。はい、あーでも、あーね、こういう機会じゃないと練習できないから。おー悪くない、うまくなってんなみんな。あばマジで、やりますか。はい、ということでちょっとトラックをね逆にしてみようかなと。いやなんかさ、ツイッターで誰かが、多分なんかアイドルかなんかがスケボーを持って写真撮ったんだけど、トラックが逆だったみたいな。で僕はそのやっちゃいけないっていうのは分かってるけど、実際やったらどうなのかって全然分かんなくて、結構そういう人多いんじゃない。なんかたまたま間違ってねやっちゃったっていう人はいるかもしれないけど、僕もちょっとやってみて、レオさんにもやってもらって、いやトラック外すの面倒。シュッ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 。いや見たことあるっすか、僕のウィール交換しました動画。シュッ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 。あのテンションね、ちょっと人が多いところではできないですね。かなりの迷惑。来ました。違和感でしかない。着きましたね朝からテンション高すぎっすよこんなテンション見たことないっすけどもうスケボー日和っすよ。そういう意味ですね、高すぎっすよ僕らの時代じゃないですか時代3月はまあシーズンですね。人多すぎやろ。いやそう、人が多いかもしれないから朝からやろうっつったら、はい、もう10人ぐらいいるっていうね。ちょっと文句はあるんですけど。文句なんすか。いやこの前の動画見たんですけど、あれどう見たって撮れじゃないですかあれどう見たって撮れだと思うんですけど。あーあれですね、もうすごいいろんなところからですねそれトレフリップでしょみたいな。トレフリップじゃないんですか。まあトレフリップではないんですよ、ね、あそうなんですか。いやまたレオさんね、ビュー稼ぎでごまかしてんじゃないかって思ったんですけど。いや釣りじゃないですよ。釣りじゃないんですか。あれちゃんとリッキーとしたロドニー・ミューレンがやってる技です。へえ。この前やってた技はこっちの足は使わないんですよ。前足は。あ使ってないんすね。前足全く使わないです。へえ。弾いた瞬間に前足はもう上げます。はい、トネのようなスタンスで弾くんで、はい、デッキがショービット回転入りますよね。つま先がこのデッキの下に行って、デッキの下からこうやってこれをしてるだけです。やってみましょうか。やってみましょうか。ウォームアップしてないですけど、うんうん、なるほど。いやーやっぱどう見たってトレでしたね。いやいや違うよこの前ツイッターで詳しくは知らないんですけど、なんかアイドルみたいな子が、はいはい、なんかスケボー持って写真撮ってて、はい、でそれがなんかすごいリツイートされてて、はい、でそれなんてかっていうと、なんかトラックが逆向きだったっていう感じなんですけど、それ見ました。あーチラ見したかもね。まあまあ逆にするには良くないよなって思うんですけど、はい、ただ気づいたら僕一回もその逆にしたらどうなるかっていうのを試したことないなと思って。うん、だからちょっと今日、はい、試してみようかなっていうことで。はい、はい、ちょっと逆にしました。まあじゃあ最初はあのランニングプッシュ。やだなそんなに嫌じゃないでしょ。いやめちゃくちゃ嫌よ。本当ですか。はい、顔はやりたそうですけどね。やばかったです今。いや見てるとなんで転んだのか分かんなかったっす。勝手に行くんすよあっちに。どんな感じだったんですか。乗った瞬間どうなったんですか。乗った瞬間、はい、強制的に曲げられてる感じです。はい、あ
なるほど、自分の意思と逆の方向に意思とは違うちょっと僕鼻水出てなかったですかね。はい、もう一回いきます。はい、お願いします。あ、もうこれも技できんやろこれ。え、じゃあちょっとオーリーぐらいは、ね、こっちに行くんで。なるほど、こっちに体重かけますわ。はい、なるほど、こっちに体重かけますわ。はい、いやもう本当だ、こっち行きますよ。はい、いい、こっち行くよ。はい本当だ本当だあ、もうドセンター、ドセンターの、はい間違い悪くないですよえ、オーリーも無理ですか。お、来たおーおー、さすが、おーおー、うわー、いや、無理だな何させてんすか俺にとにかくやっちゃいけないっていうことはすごい伝わりました。ダメですよ皆さん、良い子は真似してはダメですありがとうございます、十分伝わりました。はい、尺大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、僕思いやりスケーターなんで思いやりやってみましょうかとんでもない企画持ってくるね本当いやいやいや、これで脱臼しないでくださいね。はい、わいや危ないでしょ、何が起こったかマジ分かんないでしょ。分かんなかったっすね。でもこれあれですね、動画じゃそこまで伝わりづらいっすね。ふみさん、はい、やっぱ脱臼ぐらいしといた方がいいんじゃないですか。まっすぐよ、まっすぐ、まっすぐ行きます。はいじゃあロミンさん、キックフリップやっちゃいましょうか。やっぱそれですよね、はい、キックフリップってなった時は僕すごいね、はい、身体能力上がる。本当だ、あ、ちょっと立っていけるわ。でしょ、はい、フリップ来い。あ、ちょっといやいや、オーリーやんそれ。やっちゃいけないっていうことは十分わかりました。はい、ありがとうございました、リオさん。いえ、あとはもうサムネとタイトルさえバッチリ決めれば、はい、あの動画多分まあ5000回5000回ぐらい。今のところレオさんと2人でコラボしたこういうおふざけ企画で1万いったことないっすよね、はい、ちょっとどうしてくれるんすか僕がなんか滑りスケーターみたいやでも、はい、ビューは少ないかもしれないけど、でも、はい、コアファンは喜んでくれてると思いますよ。そうですね、うん、僕もそう信じたいです一瞬さ、フリップやってもらわない、これ。これですか。うん、お願いしますごめんね、これだけやってもらいたかった難かった、うん、めっちゃ難しいです。ちょっとさ、一回ヒールやってもらっていいですか。これですか。お願いします。おやばいですね、これ。やばい、なんかやばい予想以上に予想以上に難しかった。やばいです。はい、いやもう本当適当なあれだったけどあざっす、あざっす、めっちゃ難しいですね難しいよねありがとうございました。はい、ご飯の時間でございます。あんま来たことないですけど、なんかステーキハンバーグ屋さん